ボルボ、デザイン your life。渡辺タスクと山田れながお届けしている J-WAVE ラジオドーナツ。この時間はボルボ、デザイン your life。家族、こだわり、ライフスタイルなどを大切にするスウィディッシュシンキングのスピリットをゲストとともに探っていきます。今日はクレバさんをお迎えしています。はい、クレバさんは1976年、生まれ、江戸川区でいらっしゃいますね。そうですね、はい、育ったらもう葛西です。葛西、葛西ね , 笑っちゃいますね。笑っちゃいけない 笑ってませんよ我々は、ね、臨海公園もあって そうなんですよ。いいとこですよ、そうほぼ千葉っていうね、ほぼ千葉ほぼ千葉、ほぼ千葉、うん、どんな家族構成？父、母、はい、姉、うん、自分ですね。お姉さんいらっしゃるんですね。お姉さんいます。お姉さんちなみにいくつ年齢？3つ上なんで、うん、姉がこう卒業した中学校に自分が入る感じなんで、はい、弟来たかとそういう感じです。そうですか。どうですかね、お家の中でのこう様子というか、クレバ少年はどんなポジショニングでこういましたかね。うまいことやってたんだと思いますよ。やっぱ姉を見てこう、ここは出過ぎた真似をすると怒られるなとか、そういうのを考えながらやってきたんで、うまいことやってたと思います。いい家族、一言で言うなら本当平凡になっちゃうんですけど、いい家族だったと思うので、はい、うまくやれてたと思います。家族で食卓を囲むっていう機会は多かったですか？うちの母すっごいたくさん料理作るんですよ。量が多い、品数が多いっていうか、品数が多い、肉と魚絶対両方出てきちゃうみたいな。すごい、いいじゃないですか。お前んち今日何かって急に連れてった友達が言ったっていうぐらい。すごい、いつもごちそうなんですね。ごちそうとか、うん、だからエンゲル係数がむちゃくちゃ高かったと思いますよ。へー、それはなんでお父さんがそういう風に言ってたのかしら。わかんないんですよ、好きだったのか、うん、家庭科の先生を目指してたらしいので母は。じゃあいろいろ作るのはもともとお好きなんですよね。だと思います。はい、うん、そんな中なんかあります、うん、好きだったお料理とか。ね、父と母で2人で作ってたものなんですけど、すごい覚えてるのがあって、2人で台所に立つと必ず、うん、なんか海苔の中に、うん、貝柱をこう入れて、とろろちょっとベースの天ぷらみたいのにしてこう、うんうん、それを食べさせてくれるっていうのがありまして、二人で並んだらもうその貝柱の天ぷらが出てくるなっていうのが分かるぐらい、なんでなんでお気に入りだったんでしょうね。それはお父さんが好きだったのかな、自分でも作って食べるみたいな。どうだったんですか、うん、必ず二人で並んだら絶対それなんです。なんだろう、不思議ですね。何かあるんだよそれを探っていくファミリーヒストリーで、ちょっと聞いてみたいですね。そう、前にねこの番組にラジオに来ていただいた時に、はい、そのまあヒップホップそのものにこう突き進んでいくのは大学ぐらいのあたりからで、まあその自分の道は自分で決めるっていうね、はい、いやね、ことで俺はこれやりたいんだってことをまあご両親にも言ったっていう話で聞いたんですけど、その前ね、もうちょっと中学とか高校ぐらいの頃って何を聞いてたりしたんですか？中学に上がる頃、普通の歌謡曲聞いても、あ、した姉からの影響で、あ、やっぱお姉さんいるからね、うんうん、姉が教えてくれたものからどんどんハマっていくっていう感じで、例えば、まあ、アイドルとかも聞いてたんですけど、なんかハマったなと思ったのは TM ネットワークは姉が教えてくれて、はい、うん、ハマって、そこからTM ネットワークのツアーに参加している人なんだよって言ってビーズ聞いたりとかもしましたし、そういう時代ですね、ちょうどね。そんな時代です。うん、小室さんがヤマハのシンセサイザーに乗っかっては壊し、それを見た少年は欲しいなと、壊すんだったら少年にくれないかなと思ってたような時代ですね。あ、じゃあちょっとその自分でミュージシャンになるっていうのはその時は意識してたりしたんですか？いや、どうだったんですかね。でも機械をたくさん積んでそれを動かしてるっていうのに衝撃を受けたのは覚えてるし、それが今に影響を与えてるとも思ってます。マシンミュージックっていうんですかね。マシンミュージックね、はいはい、まあ、やっぱりねその時代が育ててた、うん、その最先端のものですからね。そうですよね、うん、お姉さんは特に誰のファンだったとかはないんですか？
覚えてないんですよね。で、あの牧原のりゆきさん急に貸してくれたりとか急にマッキーみたいな、はい、これいいから聞けとかあったりとかもしましたし、それこそあの坂本龍一さんの、うん、あのメリークリスマスミスターローレンス大好きなんですけど、はいはいはい、それをはもう姉が貸してくれました、ね、そのサントラを。お姉さんすごい弟思いというか弟の教育係ですねなんかねやってくれてましたね。でもお姉さん自身もすごく音楽が好きだったってことですよね、うん、まあ、エレクトーン習ってたりしてたんで好きだったんだと思うんです。姉だけあのメディアに出たことないんですよ。父をライブに呼んだりとか、はい、母もこうファンの人と握手しちゃうみたいなのあるんですけど、姉はね堅くなにこうそういうのを拒んでいて、なんでって言ったらあのお姉さんくらいミステリアスな方がいいでしょって。お姉さんちょっとプロデュースしてますね。ちゃんと考えてるクレバーね。クレバー像こういう感じで言ったらどうみたいな。ちょっと考えてくれてるかもしれないね。いいお姉さんだ。いや本当に今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ボルボデザインヨーライフ、今日はクレバさんお迎えしました。またぜひお越しください。ありがとうございます。ボルボ。Design your life. This program was brought to you by ボルボカージャパン。